空ちゃんってさ、彼氏とかいないの？え？いるわけないじゃん。千太君と坂東に興味あったりしないの？いきなり何言い出すかと思ったら、この卑怯者！は？あのバカが先に使ったんだろ？死んじゃった。すぐ目覚ますよ。わかった。ウソだ、好きだ。だから好きだよ。好き。スカイウォールに入る。好き。ま、どちら様ですか？宇都宮だ。あ、サイボーグの。違う、それは君が勝手につけたあだ名だ。けど殺されたはずじゃん。あ、サイボーグだから。違う。兄さん、かわいいっすね。なんでビルドとつるんでんだよ。ビルドの彼女だったりして。なわけねえだろ。兄さんはな、みんなのアイドルなんだよ。何しに来た？ちょうどいい、お前に聞きたいことがあったんだ。ミータンとはどういう関係だ？おお、別人だ。別人？ひどくさせやがって。せーの、ミータン、ミータン。バンジョーも成長したね。うるせえ。だよ。あ、どうした？今日のお願いは、今すぐ戦争やめてほしいの。やめます。ミータンのお願いなら。治癒能力？うん、もうびっくり、傷がパーッと治って気絶したのに急に起き上がって、そしたら今度はミソラちゃんが倒れて。ねえ、覚えてねえし。うっ、また気失っちまったか。疲れたし、バイト代欲しいし、寝るし。なんで変身解除しなかった？あー、腹減った、カップ麺でも食べ。みそらちゃん、バンジョーのことみんなになんて話そうか。ここは軽いノリでよ、宇宙人みたいな。絶対ダメでしょ。じゃあ真面目に。いや、人出なしだと意味変わってきちゃうから。あらすじ紹介が終わっちゃう。どうなる第32話。ミータン、じゃねえよな。それより腹減った、カップ麺まだあったっけ。プロテインラーメンベストマッチ。セント、お前もカップ麺食う？うん。バンジョー、お前人間じゃねえって。あっ、熱っ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 。大丈夫か？どうなってんだよ。元気そう。あ、忘れた、ローグが。はぁ、お前が地球人じゃないか。何言ってんのかさっぱりわかんねえや。飛龍戦闘ってマスターがつけた名前だろ。そうだよ、戦車の戦にウサギで戦闘。ラビットタンクを漢字にしただけじゃん。じゃあ飛龍は行きつけの理髪店がバーバー飛龍だったから。そんな理由？こういう洒落た店行きたい。とか行ってみるか。昼前に言えよ。じゃーん。マジで鬼びっくりなんだけど、ガチでヤバい。なんだよそのイラつく喋り方。バイト先の子に教えてもらったんだよ。マジイケてるしよ。ふざけんな、さっさと事件。またかよ。疲れたし、バイト代欲しいし、眠いし、寝るし。さすがに徹夜しんどいな。その暴走を止めようとするが、我々難波重工の兵器を世界にアピールするんだ。あれ、生徒の御堂首相ですよね。なんで難波重工のことを我々なんて言うんですか？それはだって難波重工と仲がいいんだもん。本当に御堂首相なんですか？そんなネタバレあらすじ紹介で言えるわけがないだろう。さあどうなる第30話。下がれ小娘。小娘って
って言われた。よかったじゃん。俺はミータンが何人であろうと一生ついていける自信がある。そういう問題じゃないんですよ。だいたい日本語喋れるのとか怪しすぎんだろ。それはあれですよ。あ、なんでですか。7年も住めばバカでもわかる。バカなんですか。やめろバカ。あ、お前じゃねえよ。うん。なんで笑うんだよ。バカが増えた。どうもミソラです。ミソラのバングルには火星の王妃の魂が宿ってた。その王妃の名前がベルナージュね。エボルト。私は日本も出たことないので火星の話とかされてもイメージできません。想像力のね人間はこれだからよ。ベルナージュはミータンが可愛いから憑依したアイドルオタクってことだ。イエーイ。お前俺に告白してる。してねえって。お前自分が何者か分かっていないのか。え、私は万丈龍吾です。うわー、ミータン。いくらでした、いくらですか。20万ドルです。20万ドルって。なんじゃこりゃ。目覚ましたのか。大丈夫か。何も不安になっちゃった。こっちだし。万丈は。え、おい、万丈よ。え、俺たちに内緒で何楽しんでんだ。これどうしてじゃねえよ。あ、いって。あ、そうだ。何すんだよ。それはミータンの分だ。相当怒ってたぞ。おお、完成したのか。開ける気がしねえ。バトルプレイ。あ、はあ、お、これで、これ俺が生まれたのは横浜の産婦人科だった。3203g の元気な赤ん坊。誰が俺たちから話せって言ったよ。何すんだよ。てかお前の両親ってどうしてんだよ。あ、使えねえじゃねえかよ。手が気絶したから試せなかったんだろ。ったく負ける気しかしねえ。なんだよ、意外